こんにちは。体のエイダー10万円勝負です。今日は2019年の12月20日です。現在の時間は、ちょうど12日ちょっと過ぎてしまいました。現在のエイダコインの値段は、3.64 円ですね。はい、昨日とほぼ同じで、1日24時間のトランザクションボリュームですね、8700万エイダということで少し増えてきております。はい、でチャートの方を確認します。4時間足です。4時間足ですと、一旦ここですね、3.3 円台かまで行って、そこから上がって 3.7 円をつけて、今 3.5 円ぐらいまで行って、また 3.6 円で戻ってきてますね。はい、でこれを、ちょっと長い目で見ると、はい、ここですね、一旦ここで見たいんですけど、ここでサポートラインですね、この 3.9 円から4円ぐらいのサポートライン、ここを完全に抜けて1回戻って、この戻り高値をつけてからの大きな下落があるかどうかですよね。はい、こうなったら買いに行きましょう。もう少額でも買いに行きたいですね。はい、で、さらに長く見てもまだ、下落トレンドということですよね。はい、冷やしチャート確認します。冷やしチャートですと、このように一旦10円に上がった時が見えてきますけども、それでも下ということですね。はい、ですのでここの 3.3 円ぐらいでしたかね、 3.17 円ですね。はい、だからここに近づいてきてますね。一応微妙にですけど安値切り下げてます。はい、ということです。はい、だからステーキングもね、そろそろ皆さんできるようになってきて、私も今日ちょっとやってみたらできましたので、なんとかおかげさまでできました。で、少しちょっと落ち着きました。はい。で、ちょっとツイートの方確認します。あ、素晴らしいですね。カルダのエマーゴのチームが、忘年会ということですね。今日は20日だから、金曜日ですもんね。はい。素晴らしいですね。ミッキーさんほか、皆さんいらっしゃいます。あと、日本の社長ですよね。吉田さん。はい、本当にお疲れ様でしたって感じですね。本当にシェリーのテストネットもこのようにうまくいっていて、でエマーゴはエマーゴでね、いろんな開発あるいはビジネスをどん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 始めて、素晴らしい、皆さんの充実感があるんじゃないでしょうか。はい、そしてエマーゴのビジネスですけど、この年末鎧でエイダ決済を導入しませんか。スマホかタブレットに鎧アプリを入れてレジに設置するだけです。導入理由と写真をいただければ総計10万フォロワーのエマーゴアカウントから発信します。すごいですね、10万フォロワーのツイッターで、宣伝をしてくれるっていうことですから、すごいと思います。はい、そしてこれが、水川さんですよね。水川さんはエイダが、委任のエイダがジャパンにもたくさんということで、ユウタさんの方が、フォローっていうか支援されているジャパンっていうところも、1% を超えたということですよね。ZZ がいっぱいになっちゃって、さっき見たら234と ZZ の Z の234とかもできてましたね。はい、で、ポップ、KTN もどうぞということで、ジャパンっていうところもどうぞっていうことだったんですけど、ジャパンがもう 1% を超えたということですね。はい、で、私は、どこだったっけな、ジャズっていうところで、やることにしました。はい、でこれが何ですかね、このステークの大きいのを、これジャパンですね。面白いですね。ちょっと大きくしてみましょうか。わお、大きくなりすぎた。面白いですね。でここにジャパンがあります。ここにユータさんの ZZZ があります。全体の 11% ですもんね。すごいですよね。で、ジャパンは 1.9%。だから、こんだけ大きいと、やっぱり当たりやすいので、結構、増える回数がね、多いんじゃないかと思います。で、こっちのちっちゃいところだと、当たる回数が小さいけども、割り当てがね、多分多くなるので、期待値的には一緒ぐらいっていうことじゃないですかね。違うかな。で、私がいるとこあるかなっていうところなんですけど、まだ、多分どん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 、ユータさんがフォローっていうか支援されてると言いながらも、やっぱり優先度が低いところにだん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 なっていくと思うので、まだこの中には出てこないんじゃないかなと思いますね。はい、
いろいろありますね。IOHK っていうのもありますし。はい。で、まあ、ジャパンがおすすめだったみたいですので、ちょっといっぱいって言ってますけど、まあ、入りたい方は入っていただくと安心じゃないかな。で、ZZZ1234 ってやって、それも満員なのかもしれないですけどね。はい。はい、で、あと、ここですね。MM さんっていう方が、ユータプール ZZ で初報酬が入りましたって、ここでツイートされてます。1日で 0.05% って言ってますね。はい。で、期待値の倍以上だということで、すごいですね。はい。ということで、もうすでに、だんだん、リワードがね、入ってきてる人がいるということですよね。はい、すごいです。はい、では値段に戻ります。 3.64 円ですね。14,012.99×3.69 と元本が10万円ですね。ですので 48,292 円のマイナスと、48.3% のマイナスですね。はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。もし、まだですね、できてない方は、土日の方でゆっくりやられてはいかがでしょうか。はい。分かってしまえば簡単ですけど、なかなかボタンがね、どれにしようかなとか、あと、動機が切れちゃうとかね、いろいろありますので、まあ、落ち着いて、ぜひやってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。良い週末をお迎えください。失礼いたします。